たった今ね、アトラクションが終了したところです。こういった場所です。随分たくさんいらっしゃいますね。それではね、まあ、せっかく来たんで、この後ですね、先にご案内いたしまして、遠方省のご紹介をさせていただきたいと思います。本丸西小口門。そちらにね、枕屋敷があったんですね。ご乗員ですかね。ただいまですね、本日は、明け方でしょう。こちらはですね、戦国末期になりますが、王城家の領地が今までになっておりました。美濃和城市と明け方城市が、北条道国公という北条の有力武将がいました。まあ、大変な北条家では有名な武将でございまして、先ほど皆さんも体験していただいたでしょう。本日は峯岸長城様自らが北条鉄砲隊を率いて美濃和城の大津よりも大きな武将だって驚かれたわけです。数万の援軍を得たような気がいたします。本日の美濃和城城で大きなパワースポットです。元気をいただきたいって、また各地で社会貢献をで活躍すると祈っております。このようにたくさんの皆様に美濃和城城をご紹介いただきまして大変ありがとうございます。本日も大きな元気を持って帰っていただきたいと思います。以上です。今日は最高の天気でね、美濃和城祭がね、開催されますと本当に申し上げます。なんつったってこの前はお祭りで、はい、全然有名な気がしたよ。なぜかって言いますとね、ここはいい感じで行われているところもありますけどね、長野の成田君と竹田君とのね、発生神経をね、再生元帥という地域の方々が参加してね、子供たちも参加してね、発生神経を再生元帥ひょっとくださいね、ね本気でやらないように、そういうことでね、その運気がね、とても素晴らしいことでね、大変元気になりました。なんとしてもこの、美濃和城の
あとっていうのは、ね、国の指定史跡でございまして、ね、そして日本の100名名城の100の名名の一つに数えられておりまして、ね、白不安に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 、だったら、ね、よくこう、感じ持つ、いていただいているところですけどね。今度は今、この整備を、ね、再現、いろんなものを、かつての再現という工事を続けておりますので、どちらの方に行くと、角形に引き込む機能というね、もう、再現させていただきたい。これはもう、当時の特徴は、材料をこのままね、当時の特徴のような形で、ね、再現させていただきたい。それから、プライアスとね、本番前までのね、今日の終わりましたので、ね、そう次の工事、中工事で、ね、指導の、ね、石組みだと思うね、もう一個一つ、この名前はあと、多くの関係者のご尽力のたまものの心から感謝を申し上げます。この三郷地域では、地域づくり活動が非常に熱心に行われており、その集大成として実施される美濃和城祭りは、地域住民自らの手作りであり、大変意義深いものと感じております。午前中の武者行列に続き、この後行われる美濃和城攻防戦では、戦国ロマンあふれる合戦の様子が再現されるものと期待しております。結びに美濃和城祭りが今後ますます発展されますことを記念申し上げまして、お祝いの言葉とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。いいの正義。富岡県高崎市長。長野成政役、小野関武俊様、高崎市長、高崎市長、上泉伊勢の神秀綱役、戸塚武史様、藤鶴姫役、黒沢愛様、政子姫役、久保田さゆき様、久保田さゆき様、長野成政公同じ役、石川綾乃様、先ほど栄光賞でね、プレゼンターをさせていただきました。ありがとうございます。いい直虎役、長竹由良様。なお、井家の軍曹は終了で取り消した井伊の赤住まいとして記録し上げています。当初の甲冑は小木地の大天月、これをですね、兜の脇に備えるのだと主張されています。新農林大学祭、農林大大学祭、三里町弓道愛好会会、ボーイスカウト隊、ダモン隊、ミノワ城元気隊、新竜和岸根八幡太鼓隊、ありがとうございます。以上で大金と武者隊の紹介を終了いたします。これよりですね、続き鎮魂祭に移らさせていただきます。
すら見えてないよ。よくあちこち、あの、あそこにいますよ。すぐに、あそこにやった
Thank you.